はい、どうも、皆さん、ズボンです。それでは引き続き、キングダム、ニューランズ、やっていきま、しょう。さて、えらい目に、遭ってしまったわけなんで、まずはそれをどうにかしないといけないわけですね。まずは、何はなくとも、金が必要ですよ、ということなんで。今日もこっち、えらいことだったもんね。人が全然いない。これ、どうしようっていうぐらい金がないんですけど。この人頼みだよね、完全に。うさぎ飼ってる人はこの人だけなんだよ、今。頼むよ。当ててくれ。よしよしよし。もう一人頼むよ、もう一人。もう一体。よしよしよし。これで一人雇える。すごいシビアな世界になってしまった。で、これで、これ左側にむしろウサギいっぱいいるんだよね。こっち側。そうでもないか。いっぱいいるっていうほど大騒ぎするいなく、いるわけではないのか。これじゃでもにっちもさっちもいかんよね。で、これ、今夜大丈夫なの？これ。まずそこのような気がするんだよな。今夜危なくねえか、これ。とりあえず、うさぎ収入に、すべての祈りを捧げるしかないです、これ。ない。お、よしよしよし。いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ。もう一人雇います、これで。すげえ状況になっちゃったな、これ。人もいないもんね、もう、無職も。さあ、今夜果たして、乗り切れるんだろうか、これ。ちょ、しばらく攻めることじゃなくて、耐えることを考えなくちゃダメですね、これね。参ったな。やってんじゃん、やってんじゃん。ダメだった。ダメだったのか、この人。でも1枚あった。よしよし。これで、今でも無職がいないはずなんだよな。この壁も補強しておきたいですよね。おお、いいね、いいね、いいね。さあ。これ壁補強はいくらなんだ？ 6 か。せめて石壁にはしておきたいよな。よし、不安なのは左側なんだよ、右よりも。大丈夫かな？とりあえず集落を見つけて人を雇わんとダメなんだこれね。おじさんもいないからおじさん収入もないのもなかなかきついよこれね。これ大丈夫なんだろうかも言っちゃって。こんないっぱいすぎるもんね。大丈夫っぽいですね、敵。さあ、まあ、とりあえずじゃあ、いたいた。この人を雇わんとね。で、千里眼すら使えないって。そんな金もない。もう一つ当然ゲートあるよね、右側ね。よかった、コイン3枚あってよかった。そうだよね。よしよしよし。これでも左側が耐えられるだけの人数が揃ってから右の破壊しましょう。 じゃあこの間みたいなことになったらえらいことになるもんね。下手すると滅んじゃうからね。そればっかりはちょっと勘弁していただきたいんで、まずは整えましょう。言うてでも遠くないですよ。整う、そんな言うほど長い時間整うのにかからないですからね。
これで戻るとそれなりのウサギ収入が入ってきてるはずでしょう。よし、さあ行きましょう。ほらね、今チャリンと落としたもんね。ほらほらほら、収入来てるし、来てる来てる。ほら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 、大逆転でしょこれ。ほら、とりあえずここをせめて石壁にしとこう。これですね、いいですね。でこれとりあえず右左側も敵来ちゃうのかな、これなんかでも夜の音がしてますね。まあ歩いていきましょう。いざになったら逃げられるし。左側のあれよく覚えてないんだよな、状況を。敵来るかな。来ましたね。左側集落意外と遠いのかなこれ。まあ来たと言ってもたかが知れているでしょう。さあどうなんだ、来た来た、大丈夫ですね。まあたかが知れてるよね。よしよし、ちょっと左側見てみましょうか。全然左側覚えてないんでどんな状況だったんか。集落は、おっと、集落ないんだ左側は。なるほどなるほど、8日目ですね。そうか、となるとじゃあ右で人を徹底的に集め回るしかないっていうことですね。さあまあそうと言われば話は早いですね。右に行って集めて弓作ってみたいなのを延々と繰り返すわけですからね。とりあえずはそれ相応のウサギ収入も入ってくるようになったし、まあまあまあそう遠くもないでしょう。ほらね、いいですね。なかなかやりますねこの弓侍。すごい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 、なんだ心配して損したわこのとこに人がいる。たどり着けなかったのかなあの人ら。さあ行きましょう。このペースでポン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 人集め回れば、そうそう遠い将来ではなく制覇見えてくるでしょう。これならまあちょっとね、あのしばらく単純作業が続きますがご容赦ください。千里が作っちゃう。ここら辺からですね。ほらすごいよこれ、なんだかんだでウサギ収入バカにできないぐらい入ってきてる。完璧じゃないですか。
かといってこれ調子に乗ってナイトとか雇ったらえらいことになりますからね、一発で。そればっかりやな。ですね。大工も一人ぐらい雇っておきたいんだよなと思ったけど、大工意外と余ってるから大丈夫か。左側も前線を、ここら辺、ここまで上げたいですよね。もう一段階。さあ。なんとか届いてますね。結構、まあでもナイトが4人いるからっていうのもあるけど、人増えたように見えるよね、これね。いいですね。もうだってコイン溢れそうだもんね。たどり着けなかったんだろうか、あの人は。たどり着けないね。そうか、残念。まあでも即座にこれを撃退したら即座にまた、右側に向かいましょう。いいですね。そしたらさっきやられちゃった人が、再攻撃できる。で、まだでもそうだね。雇うにはちょっと早いよね。まだ、湧いてないよね。集落の人。となるとどうしたもんかなっていう話になってくるけど。どうしたもんかな。かといって左のゲート破壊しに行ったら、またえげつないことになりそうな気もするしな。どうしよう。まあでも、淡々と人を増やしていくしかないのかな。あ、でもいっぱいいるな。いいですね。どうしたもんじゃろ。大工一人雇用しておこうか。草がないから。体力の回復遅いですね。歩こう。よしよしよし。どうしたもんかな。左側のゲート破壊した方がいいんだろうか。破壊した方が良さそうな気もするけど。いいですね、もう一人は。どうしたもんじゃろかな。それとももう船を開始しちゃった方がいいのかな。そうだね。金がこういう状態になっちゃったもんね。難しいな。単純ながら。とりあえずはね。でだよ。無職いないからな。さて、もう夜が来ますね。この人らって金持ってないわけじゃないもんね。そうだよね。さあ、金に対する不安がなくなったっていうことは、船をやりだしちゃっていいってことなんかな。向かってる最中に最低限の金だけ集めて、船をやりだしちゃっていいような気もするな、これ。ですね。着々と弓侍増えてますけど、金が、もったいないようになってる。この人は持ってるもんね、金いっぱい。そりゃ、吐き出しとかんともったいないよね。ちょ、船やり始めましょう。5枚あればとりあえず人は全員雇用できるわけだからね。
これまた、届かないでやられちゃうんじゃないか？ほら。ほら、やられちゃってるよね。やっぱり最前線から届くのがなかなかきついんですよね。さあ。まあ、これに関しては問題ないと思うんですけどね。でしょ。で、やられちゃった人を雇えばいいね。もう一人いないのか？いたいた。これでいいでしょう。で、これ考えないといけないよね。あんまりいっぱいやりすぎても今度大会犠牲になっちゃうし。とりあえずこれぐらいで。いいっすね。この人らを雇って、とりあえず防備を固めて固めてっていう感じですよね。ちょっと草をはんでいきましょう。さあ。いいですね。ぼちぼちでも頭数は集まってきましたね。でですよ。船もとりあえず大工もう一人ぐらい作ってたらいいのかな。カタパルトもでも欲しいような気もしますね。大工をあれにカタパルトに取られちゃうのがでも痛いんだよな。ですね。何しろ金はこれから集まるからね。あ、これも大工終わってんのか、仕事。これぐらいにしとこうか。仕事自体は多分ピピッと終わると思うんですよね。さあ、意外と溜め込んでないですね。どう？持ってんじゃーん。どう？持ってないですね。集まってきましたね、でもね。赤い月なのか？今夜は。なんか嫌な音楽してるってことは、そういうことか、赤い月か？まあでも言うて、たかだか10日目の赤い月だから、大騒ぎするようなことはないと思いますけどね。こっちも前線、せめてここまで上げようか。ここまで上げて、でも草地があれなのか。なるほど、次の草地が。そうか、カタパルトを作るためには、前線を押し上げないといけないんですけどね、1枚。ここまで来るって、もう草地が消えてしまうのか。っていうのは考えもののような気がするな。さあ、どげんしたもんじゃろ、カイト。なかなかどうして考えさせられる状況ですね。結局あの人ら間に合わなかったのかな、遠い集落の人たちは。さあ、来ますよ。来ますね。アホのことをしてしまいました。こっちは問題ないんですよ。問題は左側なんですよね。壁も最大レベルですし、左側はでも敵が来ないと。どういうことなんだ、これ。なんで右側だけなんだ、攻撃が。で終わってますね。じゃあまあ、赤い月終わったんで、とりあえず今回はこれまでとしましょう。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。